スパールネ川ハールレムはオランダの北ホラント州にある基礎自治体であり州都が置かれている都市ニューヨークのハーレム地区の名称はこのハールレムに由来するハーレムとも表記されるハールレムの地形図画像2014年3月外の中心部から北海沿岸まで約5キロメートル程度スパールネ川沿いに位置する印刷業のほかチューリップや ヒアシンスなどの球根栽培も盛んである。近隣の都市としては、約2 0トル東のアムステルダム、3 0トル北のアルクマール、2 5トル南のライデンなどが挙げられる。町のあだ名は川にちなんで、スパールネの町、あるいは何世紀もの間、園芸栽培で栄えたことから、花の町と呼ばれる。1245年、都市圏を得る。中世後期には、 毛織物や造船などの産業が発達した。地域をめぐる壁が築かれるのは、都市圏を獲得してから20年以上を経た1270年で、ある。現在の地域には、かつてのスコーテンスカートン、また以前は、行政上ブルメンダールやヘームステイでに属した地域も、組み入れられた。スパールンム・スパイルンダムの西部は、基礎自治体として、ハールレムに含まれるが、新興住宅地は、 行政区分上、隣接するハーレマーメールに属する。16世紀後半の80年戦争では、1572年11月より、激しいスペイン軍の攻撃を受け、数ヶ月の抵抗を見せるも、翌年7月に降伏した。1577年の講和によって、スペイン軍は撤退し、カトリックとプロテスタントの同権が確認された。これ以降、フランドルより、 多くの難民が流入し、彼らによって朝売り物工業や漂白の高度な技術がもたらされた。そのため、この時期のハールレムはヨーロッパ屈指の漂白地として繁栄を取り戻した。その他、17世紀頃よりチューリップなどの球根栽培が盛んに行われ、今日に至るまでハールレムの主要産業の一つとなった。1839年。 オランダ発の鉄道がアムステルダムとハールレムの間で開通した。ハールレムには旧世紀からキリスト教の教区教会が置かれ、初めての教会は、聖、ウィリブロルドによって695年に設立されたフェルセンの教会の娘という位置づけで、現在のマルクト広場にその木造の教会があった。跡地に立つのが大聖堂ストリートボベカークである。 アビニョン教皇時代の1309年に、ローマ教皇クレメント5世に初めて職友情を与えられ、人口が増え教会が拡張されると、1245年、都市の権利を受けた。その後1347年と1351年の火災があり、ハーレムは、教会再建の資金集めに1397年に、再びポルティウンクラの職友情を受ける。 ところがこれは数世紀にもわたって繰り返し使用され、拡張と修復に資金をもたらした。おそらく、ローマとの強い結びつきがなかった理由は、アビニョン教皇の職有上を得たからと考えられる。町の中心に立ち、大聖堂と呼ばれる教会にエクスカテドラが置かれたのは1559年から1578年までの、たった19年でしかない。その教会は、元は、 教区教会として、聖マリア教会と称し、1274年に、フリースラント軍あるいは西フリースラント軍など、侵略を受ける旅天国から降臨して、ハールレムを解放したという守護聖人バーフにちなんで、セバーボ教会と改称された。この故事に従い、1572年のスペイン軍による包囲戦で、ハールレム軍の勝ち時、シント・ボボボアはハールレムが生まれたと伝わる。 スペインとの戦いは、グーツミツプレイに、地下教会聖ジョセフスタティが立つきっかけとなった。ローマカトリック賞教区は1559年に教区になり、初代司教ニコラース・ファン・ニーランドが1561年11月6日に着座する。1569年、飲酒の都がをいさめるアルバ公に辞任を勧められる。司教は、スペインのカトリック教との侵略ばかりか、 地元オランダの改革派をも恐れ、悲しみをかき消そうと飲酒に走ったとされる。この時は1566年に市長命令による教会封鎖が数ヶ月続いたため、遺婚破壊を免れた。この期間にカトリック教会につながる象徴や像はすべて取り払われ、教会道内にはすでにいくつものグループがチャペルを築いていたことから、おの,おのが、 教会に忍び込んでは宝物を持ち出し、混乱もなく密かに地下教会に運び込んだ。しかしながら、ハールレムの陥落をきっかけに、スペイン軍がカトリック教の図像を再び配置する。ギルドがそれぞれの祭壇を修復するには、莫大な費用がかかった。スペインとの戦いで消耗したハールレムの財界は、行き詰まり、維持しきれなくなったチャペルやカトリック教会の建物が、 廃れて別の用途に転用される例が相次いだ。兵士1500人が捕虜として収容され、処刑を待ったバーケネッセル教会ベイクナサーカークなどは50年に渡り、米炭倉庫として使われることになる。ニーランド司教の後継者ゴッドフリードファン・ミエルロでハーレムとローマの300年にわたる交わりが終わる。スペイン軍が敗北した百七十八年の生産費。 教会が、ウィレム一世の軍の攻撃にさらされると司祭が一人、殺され、教会の多くのものが破壊された。ハールレムの称号と呼ばれる、この出来事により司教は逃亡を余儀なくされる。それでも、教会の宝物の多くは、教会から500メートル以内に築かれた地下の教会に、保管されていた。市議会は、セイバーフ教会とそのすべての小教会を没収すると、後に、 福音改革派協会の協議に沿って改修させ、新しく大聖堂グロトケルクに解消させる。旧カトリック教徒とルター派は公的に容認されながら地下に潜った。プロテスタントもカトリックも政治不安がすべて収まった時に彼らの教会の支配を取り戻すのはカトリックだろうと予想していたが、オランダのプロテスタントは自分たちがカトリック教徒を一人残らず、 地方自治体から排斥したため、もし再びカトリック教会を容認した場合、損害賠償を課されることを恐れた。オランダ全土で新しいカトリック教会が立ち、水道のポンプ施設と類似しているため、ウォーターボード教会と呼ばれる。1841年には、ハーレルムのヤンストラート・ジャンスストラットに聖ジョセフ教会を新築、ようやく、 ローマカトリックの主教座が設置されたのは1853年を待つことになる。教会が大きくなると1898年にライツェバール沿いにセイバーフ大聖堂と呼ばれる別の大聖堂が建てられた。ハールレム司教は新教会運河に正式な主教館を構えている。ハールレムには旧カトリック司教も着任また独自のシナゴーグを持つ。 小さなユダヤ人コミュニティも現存する。元のハールレム私立博物館であったフランスハルス美術館は現在もハールレムの正午に教会から募集された作品を多く収蔵する。市内に博物館、美術館は数箇所あり、オランダ最古はスパーネ川沿いのタイラーズ美術館、タラースミュージアムである。ミケランジェロとレンブラントの作品を含む美術と博物学、 科学の資料を収蔵する。前室のフランスハルス美術館の本館は、オランダの巨匠の作品を集め、マルクト広場の文館は、現代美術専門のデハーレンでハーレンである。同じ広場には、精肉会館の地下に、ハールレム考古学博物館、広場を挟んだ向かいのビルは毎週土曜日に、ハールレムの歴史を紹介する展示を公開する。その他、 ハールレム手回しオルガン博物館、16世紀創設の元養老院に設けられたドルフィー、時計賞の店舗をそのまま保存したテンブーム記念館があり、フランスハルス美術館の向かい側に立つ建物は、ハールレム歴史博物館である。劇場や映画館も複数あり、フィルハーモニーは、都心のマルクト広場に近いコンサートホール、隣のトニールシュア劇場は、 映画のスクリーンが複数面備わっている。市民劇場ステイツ・シャワーバーグは大規模改修を経て2008年に再オープンし、定員は698席である。すでに閉館した映画館は2館で、1915年創設のシネマパラスはオランダ屈指の古さを誇りながら2011年1月15日に惜しまれつつ廃業した。またもう一軒のブリンクマンシネマは、 マルクト広場に面し、閉館日は2012年2月1日である。市内の映画館は他に1軒だけ残り、パテハーレムは、ラークスの新しいショッピングセンターで2011年7月5日に営業を開始している。ポップスのコンサート会場パトロナートは、オランダ国内でも最大の会場の一つ。市民や市外からの訪問者を迎える人気のナイトスポットでもある。 ハールレマーハウト公園の森、公園のヒルデブランド記念碑。花の行列、ブロマンコーソという毎年4月恒例の行事では、花で装飾した台車を連ねて、ノートウェイク・ノードウェウシュからハールレムまでパレードを運行し、1日だけ展示する。同月には、マルクト広場とハーレムノルトで移動遊園地が開く。その他、同じくマルクト広場を会場に行われる。 行事特筆すべきは、恒例の音楽祭ハーレムジャズモア、料理人が技を競うハールレムキュリネールが著名で、1年おきに開かれるコミック関連のハールレムストリプダゲン、ハーラムズストライプデイガンも人気がある。毎年5月5日、オランダがナチスから解放された記念日に開かれる、ベフレーディスポップ音楽祭ベベルジディングスポップの会場は、ハールレマーハウト公園で、 この公園では他に音楽と演劇の祭典、ハールレマーハウトフェスティバルも行われる。2006年のハールレムや九州間ハールレムに本拠地を置くスポーツクラブはいくつもあり、多様な種目に取り組んでいる。アマチュアリーグに参加するサッカークラブのほか、かつてはプロリーグのクラブ HFC ハールレムがあったが2010年1月に経営不振に陥り解散。 1879年創設のロイヤル・ハールレムシェ、サッカークラブは現在も活動を続け、創設者、ピム・ミュリエが築いたネーデルラント王国初のサッカークラブはオランダ史上初のクラブの歴史を紡いでいる。テニスクラブ HLTC ・ハールレム及び柔道のケナムジュ協会、ケネンゲはそれぞれ、やはりその分野でオランダ初の歴史を歩んできた。 この都市が招致する国際競技は複数あり、各年開催の野球のハーラームズホンクブルウィークはピムミュリエ競技場を使う。バスケットボールのハーレルムバスケットボールクラシック、ハールレムバスケットボールクラシックもその一例で2014年には発足間もない世界野球ソフトボール連盟が初の主催大会でしかもヨーロッパ初の 第14回世界女子ソフトボール選手権開催を担っている。サッカーのピッチとほぼ同じ広さを使う表情の競技、バンディの第1回国際試合は1891年に行われ、ハールレムがイギリス南東部に本拠を置くビューリーフェン・バンディクラブと対戦した。フィールドの広さがアイスホッケーと同じ、リンク・バンディは今日も続いている。 海面より低い国土を囲む堤防に穴を見つけ、指で塞いで結界を防いだ少年の物語は、ハールレムの英雄、ヒーロー・オブ・ハールレムとして知られている。文学作品でこの都市を舞台にしたものは、古典では、ダイデュマチョ、黒いチューリップ、最近では、グレゴリー・マグワイア、グレゴリー・マグワイアの、コンフェッションズ・オブ・アン・アグリー・ステップシスターがある。前者は、壁が黒いチューリップをり、 最後のシーンをハールレムに設定してあり、物語を受けて、ハールレム演芸協会は、黒色の栽培種の成功に賞金をかけている。オランダ東インド会社のバタビア航路の船が、ヘロニムス・コルネリス・ゴージェローニマス・コーネリスと名付けられた。きっかけは、破産した同盟の科学者が1628年に乗組員になったからである。17世紀になると反映するハールレムの街には高い。 建物が林立して評判になり、その印象深い風景を指す言葉、ハールレンピエ・ヘアーレンプジェイが生まれた。分けても、画家ヤーコップ・ハンド・イスダールが、絵の題材に選んだことから、当時、評判になった、都市景観の面影を例えば、ビュー・オブ・ハールレム・ウィズ・ブリーチング・フィールズで知ることができる。フォークソング、アムステルダムの歌詞に、ハールレムが登場する。映画では、 オーシャンズ12に登場するアムステルダム中央駅の場面はハールレム駅で撮影された。その他の建築物と史跡施設級品員18世紀以来人工単位の美術館、博物館の件数でハールレムを抜くオランダの都市はないと言われている。現在では閉館した文化施設の数でも群を抜く。また中庭を廃した施設級品員ホフヘイスがあり、 市内に19カ所と、潤沢なこともこの都市の特徴で、主に独身の高齢者女性を入居者に迎える。週末に一般開放するところが多く、また、設立団体がそのまま運営を続け高齢の独身女性のみ受け入れる例が大部分を占める。他に、特徴的な建築物には1389年開学のハールレムラテン学校、ステデレイクニムナジウムハールレムがあり、 学生主催のモデル世界大会が恒例である。その他の主な建築群を紹介する。ハールレム駅は市内で最も重要な鉄道駅。ダークマーガダント設計。ズイドテンジェントはハールレム市内とスキポール空港を結ぶ質の高い公共交通機関。姉妹都市協定を交わす。自治体は以下の通り。また次の都市と提携している。 代表執筆者のせいの ABC 順、ありがとうございます。